皆さんこんにちは。今日はこちら、どーん、北海道メロンソフトを紹介いたします。で、世の中ね、メロン味ってつくものたくさんあるんですけども、あんまりメロンの味がねしないものが多い気がしますね。某有名炭酸ジュースのねメロン味とかありますけども、全然メロンじゃないんですよね、あれね。実は言うとね、メロンっぽい雰囲気があるかな程度なんですけども、このねセコマの北海道メロンソフトね、これはね一味違いますね。見てください、これ見えるかな、見えるかな。果汁 8%、 果汁 8% です。ガチでガチでメロン使ってますね。で、その使ってるメロンっていうのは、ね、もちろん道産です。道産メロン使ってますこれね。実はね、北海道はメロンの名産地でして、収穫量は全国でね3番目、第3位ですよ。夕張メロンとかね有名かなと思いますけどね、まあ、皆さんね、道外の方もご存知かなと思います。で、寒暖差がね北海道激しいですけれども、まあ、その寒暖差のね激しい環境で育ったメロンっていうのは甘みがね強いというふうに言われております。で、そのね甘みが強い北海道のメロンをジュースにしてソフトクリームにしたのね、この商品です。はい、ちょっと蓋開けますね。ちょっと、あ、やばい、中で折れた。中で折れたかな。あ、やばいやばい、折れちゃう。ちょっと、中で折れた。危ない。はい、これですね。はい。で、まあ、メロンをこうね使っているんですけども。これに合わせてる牛乳ももちろん道産品ですね。で、公式サイトによりますと、羽幌町のねメロンと豊富町の牛乳らしいです、使ってるのはね。で、つまりはこのソフトクリームはね、まあ、北海道が凝縮されていると言っても過言ではありませんね。で、このセコマのメロンソフト爆売れしてる、全然ですねこれね。で、知名度もね、これテレビで取り上げられたからかな、知名度もね全国区というふうにね言われていますね。で、これ発売開始からね20年近く経っている看板商品のね一つですね。それではね、ちょっといただきましょうか。ついちゃったね。よいしょね、見てください、このビジュアルね、綺麗に渦巻いてますこれね。綺麗に渦巻いてますねこれね。迫力がすごいよほらね。ちょっと一部かけちゃったけどね。はい。ね。じゃあ、いただきます。うまっ。メロン。めっちゃメロン。めっちゃメロン。メロンの味わいですよ、これ。これはね、間違いなくメロンです。間違いなくメロンですよ、これ。ね。いや、すごいわ。うん。すごい。これはすごい。これね、コンビニでこれ、200円で買えるわけですよ。200円で買えるわけです。これ200円で買えるのすごいぞ。うん。これはね、他のメロン味はですね、食べられなくなるかもしれないです、これ、うん。で、これね、メロンの風味、メロンの味わいはもちろんなんですけど、このミルクのね、濃厚さもしっかりあります。うん、甘みが強いです。これはね、これは食べないとね、これ食べないと犯罪になるかもしれない。うん、罪に問われるよ、これ食べないと。もう罰せられる。食べないと罰せられます。これメロンが好きな人は、絶対に食べた方がいいです。これ絶対食べた方がいいです。メロン好きな人。うまい。うまいです。冗談抜きで、高級メロンアイスみたいなね、味わいです、これ。200円ですよ、これ。200円です、これ。ね。もう、セコマ万歳。参った。参りました、もう。参ったよ、これは。ね、うん、だいぶ食べ進めたんですけど、
結構ね、重いんですよ。ずっしりくるんですよ。で、先にちょっとね、ワッフルのところ食べたんですけど、見えるこれ。見える？わかる？コーン、このワッフルコーンのね、奥まで、下の方、結構下の方ですけど、びっしりアイス詰まってます、これ。すごくないですか、これ。ね？びっちりですよ、これ。空洞ないの。ワッフルコーンの中。ワッフルも美味しかったけど。すごいよね、これ。ほら、最近ね、ほら、容器の底上げによるさ、かさ増しが横行してるじゃないですか。コンビニの商品って。よく話題になってますよね。なんか、容器の真ん中がこんななってね。全然ねえじゃん。なんのごまかしもないですね。セコマの、この、北海道メロンソフトが。なんのごまかしもないストロングスタイルです、これ。これは賞賛に値しますね、これね。すごいよ、これ。いやー、美味しかった。美味しかったですよ。食べちゃいました。ねえ、うまかったなー。はい。で、暑い季節はね、ソフトクリームが最高ですけども、その中でもさらにね、ワングレード上なのが、このね、セコマの北海道メロンソフトですね。これ久しぶりに私食べましたけどね、恐れ入りました。うん、恐れ入った。もう拝むしかない。うまかった。これはうまいよ。これをね、気軽に食べることができる北海道ね、最高だなってちょっと思いましたね。うん。ぜひね、これ道外の皆さんもね、機会があれば、ぜひ食べてみてください。最近はね、なんか北海道物産展とか、なんかそういうのでね、売ってることがあるみたいなんですけど、北海道メロンソフト。まあ、私の知り合いもね、横浜に住んでいるようなんですけどね。これ売ってたから買ったっつって。食べたっつって。ね。美味しかったっつって。メロンが好きな方なんですけど、うまかったって言いました。これはね、食べる価値ありますから。ね。200円の味わいではないです、これ。ね。ぜひ。ぜひ機会があったら皆さん食べてください。北海道メロンソフトでした。それでは、次の商品で会いましょう。よろしければね、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう。さよなら。バイバイ。